もう一つちょっとねお伝えしないといけないという,いうことがあるんですけどジブリ「うん、耳を澄ませば」これねまあ,あの公開日が2016年8月20日ともう10年前のあれなんですけどそう「耳を澄ませば」そうこれねなんだろうな すごく思い出があるこれねあの大学なんかそのまあ友達と見てたんですけどいつそれいつだったらまあとりあえずとその友達と見てたんですね耳を澄ませばでそのなんだその友達がなんかその恋してたんですよ恋でそれは僕相談を受けてたんですけどまあ、恋しててね まあ夏でしょしかけも夏で恋しててで夏でまあその、まあ、僕たち童貞ですよ童貞ね童貞2人でまあこの童貞組でこう話したわけですよ <coughs> であのなんだあれでもいいのかまあいいや、うん、そうそうそうで確かその なんかもうその日は時間があってなんかそのななんかなんかか映画借りようぜみたいな感じでなんか見たんですよ一緒に。で何からいろいろ言ってたら、まあ、なんかジブリ見ようぜみたいになってなんかこれをななんでかわかんない耳を澄ませば」をチョイスしてで2人で「男やろ」うで男2人童貞組でこう見てたんですね耳を澄ませば。であのー、そうそう。で まあその「耳を澄ませば」っていう映画がその恋の話なんですよで終わった瞬間に2人で「あー恋っていいなー」みたいな「めっちゃいいねー」みたいなでまあチャリでカントリーロードを2人で歌って返却しに行くっていうねでその後その後はそのじゃあラブレター書こうぜみたいになってラブレターね その男その友達の子が好きや言うたから「じゃあラブレターとりあえず送ればいいんちゃう?」みたいな今い昔ねまあ昔携帯とかありましたけど当時ねあのー、まあまあ当時まあもうあ,あるっちゃあるんですけれどもまあそ,そこでもラブレター行こうと。でラブレターを書いてで僕がそのラブレターの内容を考えて一緒に考えて。 でそのラブレターを書き終えて、ね、送ったわけですよ <laughs> で送ったんですねで送ってでその数週間後ぐらいかな「吉谷」って返事来たみたいな「マジで?」みたいな「返事来た」みたいな「うわ」みたいな感じで,で一緒に見たんですあ一緒に一緒には見,見,見,ちゃ見えなかったのかな で,で見て、で、まあ最終的にその返事が何なのかっていうと断られたとででその友達が「よし,しない」と「うわ断られた」っ <laughs> てだけどまあ今回よかったよ「よかったよよかったよかった」飲もうぜみたいな。 ずっと言っ好きっていうことを言,言わなかったからそのでもその、まあ、ラブレーターっていう形で言って、まあ、その返事もらって断られたけど、まあ、その言ってよかったということで飲、まあまあ、んだんですけどねそ、まあそういう思い出が耳を澄ませば <laughs> あります <laughs> 男2人で見てでチャリンコでカントリーロードを歌うっていう <laughs>。 いやー懐かしいなーそういう時もありましたね。はいまあ、これは耳を澄ませば、まあ、どちらかというと面白いというよりかはその恋してる時にちょうど恋してる青春の時にこれをちょっと見てググッと来たと。でラブレター書いたって思い出的なまあやつなんですけどこれ見るとねその,そ,の <laughs> そいつを思い出してますねそいつを。 <laughs> その友達をね思い出しちゃうんですけど、はい、うん耳を澄ませば、はい、昔、まあ、恋してる今恋してる人はもう見るとなんか甘ズっぱい感じでいいんじゃないでしょうか、はい、耳を澄ませば、まあ、そんなストーリーがありました以上です